ペイン2部リーグ第25節スポーツパークで行われる本日のゲームです。この時間は松本対長崎、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。スペイン2部リーグ第25節松本対長崎、まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで悪い意識を持つことですよね。なるほど。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。いけるか。長崎ここでファウルをもらいます。今のは注意だけだったようですね。そうですね、まだ時間があるので慎重にいきたいところでしょうね。これは直接狙った。まだある。足元大事にいきます。長崎ここまでのリーグ失点数がなんと一番少ないというデータが出ています。非常に守備堅固な。シュート決まった。先制。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。今シーズン2ゴール目です。立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。松本、このホーム戦過去5試合はまだ負けたことがなく、地元では非常に優秀な成績です。高橋、パスでつないで攻め込んでいきます。松本、スペースを狙った。長崎、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。オルンガ、ここで前を向けるか。スルーパス、ここで収まる。大きく縦へ、プレスからボールがこぼれる。うわ、取らないですね。さあ左へ預けて、左サイドのドリブル、大竹、しばらく戦列を離れていましたが今日はスターティングイレブンとしてピッチに立っています。さあここでカウンター、渡ります。マテへのボール、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。裏のスペースを狙う。来た。シュート。ここでスコアを同点にします。いいですね。流れ来てますよね。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形。北澤さん、いかがでしたか。いや、綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手を分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。これで今日のゲーム面白くなってきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、危ない。ペースを狙う。仕掛けるか。フラッグは上がっていません。ここ拾って次につなげたい。長崎サイドへ、裏へ届くか。
再びコーナーキック。松本2本目のコーナー、松本3本目のコーナーになります。長崎ここまで1本、どうだ、藤田サイドを使います、抜けてくる、中央へシュート、ここは合わせてきましたが、ものにすることができません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして徹底的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、これをしっかりそうしていかなければいけませんよね。裏へのスルーパス、長いボール縦へ、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。松本としては前半でよく追いつきましたしね、どんな状況においても巡ってきたチャンスをものにできる得点力、これはチームとしての強みですよね。スペイン2部リーグ第25節、松本対長崎、前半は1対1の同点で終了しています。後半ゲームはスタートしています。松本としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。森下、今のはカードは出ませんでした、注意だけでしたね。そうですね、まだ時間があるので次がないように慎重にいかなければいけませんよね。長崎、前の試合は前半早々に先制しています。はい、試合の入りがとても良かったんですよね、うん、相手がまだリズムをつかむ前にフォワードの選手が裏に抜け出してあっさりと先制点を決めましたからね、ええ、あのゴールで試合の流れが決まったという印象でしたよね。まさに相手の出鼻をくじいたという感じでしたね。そうですね、終盤ちょっとだけペースが落ちましたけども、ほぼ終始試合を支配していた印象ですよね、うん、内容はスコア以上に完勝だったと言えるんじゃないでしょうかね。そうですね、松本メンバーチェンジです。チャレンジはしません、後ろに流す、大きく前線に入れます、長いボールを送ります、ボールを受けてもう一つ前に行きたい、さあつながるか、パスを受けてシュート、しかし決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。藤田、一旦戻します、大きくサイドチェンジ、これはスローインとなります。松本、最後のカードを切ります。2人の選手を入れ替えます。ルアー、セルジーニョ、入るか、加藤、沢田、縦へのボール、勝負のシーン、裏を狙っていきます、シュート、ゲームをひっくり返します。こぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。セカンドボールをあらかじめ遅くしておく、非常にポジショニングセンスが光ったボールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。
いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。待望の1点をもぎ取っています。長いボール縦へ、大竹、大きく縦へ、鈴木。後半ももう3分の2が経過しています。イスラ、松本、媒介します。さあカウンターを仕掛けます。やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。藤田、どうする。さあゴールに向かってつながります。頭だ。ダメ押しゴールとなるのか。いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいでしたね。今日2点目です。2点差にリードを広げてリスタートです。いやいいゴールですね、はい、精神的なアドバンテージっていうものも非常に大きくなりますからね。そうですね。セルジーニョ、鈴木、激しいボールの奪い合い、ボールのここのパス、このクリアボール次へつなげたい。セルジーニョ、ここでファウルがありました。高木は大きく前線へ、田中、アディショナルタイムは4分あります。ここで受ける、これはチャンスだ。裏へ届くか。グレイ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。